どうも、速っ塾のく保です、えー。メインチャンネルから帰ってきました。もうね、1日のアップロード条件、やっぱり100本とか200本、あの辺ですよね。まあこれもやり込んだからこそわかるわけなんですよ。で、動画のアップロードを1本するのには、まあこれみんなできるわけですよ。まあ1本を躊躇すると何も始まらないんですけども、とりあえず動画を1本2本アップロードすることになれると、まあ3本4本とね、数をすることができるんですよね。まあこれがまさに、 積もらせるべきななのかなと思いますでどんな大きな金額も1円が集まってできているどんな異業もちょっとの変化が集まってできているどんなに遠くに行こうとも千里の道であろうとも足元の一歩から始まっているんですよね、まあ、ですのでこの小さな行動をおろそかにするともう何もできないのかなと思います。ま,あ、まさにもも積もれば山となる 千里の道も一歩ななりという,ふうなね昔から同じようなことが言われてたわけですよねまあ一足飛びにっていうのはなくはないんですけどもワープとかね、うん、それはもう非常に高度な方法なんでまあそうですね何かことをなそうと思ったらやっぱりやるべきことをやるしかないのかなというところですねで結局それができてるとアカウントが制限食らってもやることが前提になってますんでね 知恵が働くんですよでも何とかしてやらずに過ごそうかなと思ったらアカウントが制限食らったんで一ょ1週間休みますみたいな発想になったりね他にやることができたんでどことかねなってくるわけですよ私ねウォーキングをしてるんですけども雨が降っても傘さしていくんですよジョギングじゃないですからねだから雨が降ったら傘をさしていけばいいわけですよ30分ほどねウォーキングしてくるんですけどもうんできますよね いや雨が降って言っっててる人雨が降っても傘をさして出勤してる人いますからねこれはどういうことだって話ですよ雨が降ろうが槍が降ろうがって言いますけども槍が降っちゃさすがにね私もちょっとねそんな空襲警報は出かけられないですけども、うんまあ、何があろうともやることを決めればできるんじゃないですか自分の人生やろうと決めればできるんじゃないかなと思います 結局できてないってことはやっていないと状況のなせる技ではなくて今与えられた状況でどうやってね自分の当初決めた行動をやるかっていうのが工夫であり継続じゃないかなと思うんですよだから与えられた条件を最大限活用して最高の結果を出していきましょうそれじゃあメインチャンネルから今日もお送りします1月27日朝4時ジャストいってらっしゃい